けなしてもいないけどさ。それにしてもミチルは相変わらずね、元気というかバカというか。キスはしたことある？あれ、ユージどうかしたの？ねえユージ、おーい、聞こえてますか？もしもーし。黙り込んだりして。おうおう、もしかしてミチルちゃんのことが気になるのかな。え、そうなんだ。当てるって言うのさ。それでしょ、張り合ってるって。ねえねえ、ユージがミチルのこと気になるんだってさ。どういうことだろうね。え、気になる？な、何よ、ユージミチルの何なのさ。あれば言いなさいよね。
ジロジロ見るのは明確なルール違反よ。ジュネーブ条約第6条にも引っかかるわよ。え、それはこれでしょ。そのジュネーブさんが考えた貴重な動物が絶滅しないように輸入などを制限するやつでしょ。6条がカメについてでしょ。いわね。そもそもね、なんで見てるのよ。私の顔に何かついてるってな。その言い方、校長、何もないのよ。私ちゃんと毎日顔洗ってるし。ひげ、あんたね、そういうのは女の子にも直接言わないものなのよ。うっさいわね。そもそもね、産毛は産毛なんだからあんま見ちゃいけないのよ。この産毛の子にどうするつもりよ。気にしなくていいって言っても気になるわ。そんなこと言われたの生まれて初めてだもん。もう、絶対いつか復讐してやる。背後から襲ってやる。何よ、理由って何なのよ。聞いてあげるから言いなさいよ。ん？何？あんた何言ってんのかよくわかんないんだけど。そんな風に言わなくても。まあまあ、おしゃまはいいから早く本題に入っていいのよ。え？何？今までの私からはあってどういうこと？気になるじゃない。ちゃんとわかるように言いなさいよ。
ユージにしたこと？何よ、覚えてるもん。しましたしました、はいはい、確かにね、しましたよね。で、何を？接吻？はぁ？してないわよ。ねえ、なんでそんなお侍さんみたいなことするの？あたしが何の目的で？どういうこと？見せて。あーん、また私のことバカにするんでしょ。接吻ぐらい知ってるわよ。ブサッウエッウギャーってやつでしょ。ちょっとね、いくらなんでも知ってますよ。それぐらいテレビジョンで見たことありますよ。細かい間違いを指摘しないの。だいたい合ってればいいんだから。 80% ぐらい合ってるでしょ。だったらそれでいいの。そんなわけないでしょうが。ちょっとやってみなさいよ。どこが違うか私が見てあげるから。いいからいいから、うん、よいよ、いいからほらやってみなさい。私がユージにやったというその接吻とやらを。ふむふむ、再現してもらおうじゃないか。ちょっと近すぎじゃない？なんで接吻するのにそんなに近づくの？え？ああ、そうよね。何しろ接吻だものね。それで、私がどうしたって？
ざみさん、そうなのですか。何か強いショックを受けたのでしょうか。全く同じ場所で同じバケツに足をかけて転んでる。風見さん、ミチル様に悪いことしたんですか。悪いことはいけないと思います。万引きですか。万引きをなさったんですか。万引きは悪いことです。万引きをですか。ミチル様は悪いですね。では何を。接吻。接吻とはキスのことでしょうか。ミチル様がそれを望まれたんですか。なかなか難しいお話ですね。少し理解するのに時間がかかりそうです。え、風見さんが理解できないなら私には到底無理そうです。はい。あ、はい。ミチル様がこぼした水を拭き取ってまいります。
風見くん、あなたに一つ確認しておきたいことがあるんだけど。少しだけ言いにくいことなんだけど、いいかしら。夏休みに入る前に何かしなかった？そう、あなたも自分で分かってるはずよ。それならはっきり言うけど、松島さんのことで確認したいことがあるの。何かしたの？してないならあんなことにはならないわよね。それが何かは教えてはくれないの？分かってる。私だって必要以上に嗅ぎ回るつもりはない。逆の立場だったら不愉快だろうし。ただ何があったのかを知りたかったの。何があっても驚かん。ふざけないで。なんでそんなことしたのって聞いてるの。反射？キスの実験？そんなことってある？私が口を出す問題ではないと思うけど、一応忠告しておくわ。あなたは感情が伴っていないと思ってるかもしれないけど、松島さんはそうじゃないかもしれないわよ。ちゃんと責任取った方がいいと思うけどね。お兄ちゃんがおかしくなったのよさ。噛んだガムと会話してる。これはかなり来ちゃってる気がするのよ。あわわ。ああ、冗談か。冗談な。私も好きだぞ。あれだろ、
白いのよ。ガムはガム。はい、何を1000回聞けばよろしいのですか。ガムはガム。1回。ガムはガム。2回。ガムはが飽きた。え、もう？マキちゃん、あと998回残ってるけど、どうする？サチンに任したのよさ。うん、じゃあ続けておくね。ガムはガム、ガムはガム。ところでお兄ちゃん、チルチル見なかった？さっきこの辺りにいたんだけど。呼ばれたから来たわけじゃな、ないんだから、ミチル様、どうされたんですか？体調が悪いのですか？ガムはガム。ガムはガムに決まってるじゃない。それに私は元気よ。何の問題もないわ。いい、それはよかったのよさ。ねね、チルチル、新ギャグ考えた。パインがパインパイン。どうなのよさ、パインパイン。あんたのダジャレなんて面白くないんだからね。でも後でちょっと笑ってあげてもいいのよ。文句でもあるって言うの。もうもお兄ちゃんに対するチルチルの態度が変なような気がするのよ。はあ、そんなわけないでしょ。私はいつもこんな調子で楽しくやらせてもらってるでござますけども。あ、はい、こんな調子ですよ。はい。今日のチルチル、やっぱり変なのよ。そうかな、そんなことないと思うけど。あれ、お兄ちゃんどこか行くの？全然気にしてないから、そんなことしなくていい。いいわよ。え？あ、はい。本当です。ミチル様、何かあったのかな。飛脚の真似かな。え、どうしたの、マキちゃん。かっこいい。何あれ、すんげえ斬新な歩き方なのよさ。さ
左足から、歩く時も止まる時も左足からは基本なのよさ。はい、次反対。マキちゃん、これ歩きにくいね。見た目がかっこいいからそれぐらい我慢するのよさ。あ、サチン、その歩き方すっごいサイボーグっぽい動きなのよ。いいよ、その動き、いいよ。そうかな。我々は、それは宇宙人なのよさ。あ、そっか。難しいね、サイボーグって。私、この世で一番サイボーグとかけ離れた存在だから。なあ、サチン、今思ったんだけど、誘導夫とサイボーグって親戚？ん？それは血縁関係があるかってこと？調べてみないとわからないな。でも似てるね。じゃあ、高野豆腐とミートボールは？きっと、両方食べ物。ああ、そっか、食べ物な。食べ物好き、食べられるから。じゃあ、ミートボールとトーコジョーズは？ジョーズ？もしかしてそれ、サメの話？え？サメの話なんてしてないのよさ。どうしたの、サッチ？ううん、なんでもない。その通り。どうしたじゃないわよ。自分でも分かってるくせに。ミチルの様子がおかしいの、ユージが原因らしいじゃない。そんなことない。ユージが何かしたんなら自分で責任取りなさい。それだって明らかにミチルの様子は変よ。喧嘩したなら仲直り、そうじゃなくても仲直り、分かった？どうせ二人とも意地っ張りなんだから、男の子のユージが先に謝りなさい。もう、皮肉言ってないで早く行ってきなさい。ミチルは部屋にいると思うから。何でしょうか。あ、どうしたのよ、その顔は。な、何の問題もないわよ。逆になんで、何の問題もない普通の顔してるのよ。ね、ちょっとその変な感じになるからあんまり近くに来ないで。もうちょっと遠くで、もうちょっと遠く。何してるの？そう、それならいいけど。ね、ちょっと風見くん、まさかうちの子に何かしたわけじゃないわよね。あ、なるほど。だったら若いんだし、あとは全部自己責任じゃない？
いちいち男の子が責任取ってたら世の中歩きにくいでしょ。土下座姿の男で道路がいっぱいになっちゃうものね。そんなものでしょう。喧嘩両成敗じゃないけどさ、男女の問題においては責任はどっちにもあるのよ。そう思わないとやってられないしね。責任？いや、そうじゃなくてね。その、なんだろうね。あんたね。その、なんて知らないんだからね。本当の本当に知らないんだからね。あんたバカ。これ疑問形じゃなくて言い切りよ。あんたバカ。赤くなんてないもん、バカ。ずいぶんと大きな声が聞こえてきてますが。はい、戻ります。わかりましたよ、そうしますよ。姉さんの声がしましたが、レイプでしょうか。はい、犯人がまだ潜んでいる可能性がありますので、武器を持っていた方がいいですね。例えばモーニングスターであるとか。
言葉ですが、長い名前の武器といえばスカンジナビアンスプリッティングアックスの方が有名ではないでしょうか。さすが風見さんです。確かにその通りかもしれません。しかし武器としての使用も可能ですよね。なんだか不安になってきました。メーカーのカスタマーサポートに問い合わせる時間はありますか？時間はかかるかもしれませんが、学ぶ気はあります。はい、わかりました。武器とドイツのことは忘れます。他…あ、天音さんがレイプ犯に無残に服を引きちぎられたことを想定して、何か羽織るものを持っていった方がよろしいでしょうか。はい。これ何？天音さん、レイプですね。いや違う、これ見て、洗濯機の中にレイプ犯が。そうじゃなくて、いいから見てよ。はい、確認します。あらら、これは。洗濯しようと思ったら、おもちゃの車が中に。申し訳ありません。天音さんに頼まれていた買い物を一時的にここに保管しておいたのでした。ここって洗濯機の中に？そんなわけないですよね。なぜ洗濯機の中におもちゃを保管するんですか。天音さんに品物を渡そうと思ったら、それよりランドリーが汚れているから掃除しておいてと指示を受けたので、ひとまず洗濯機の上に置いたんです。はい、そうです。おそらく箱が壊れて中身が洗濯機に落ちちゃったんですね。あ、見てください、他の箱も重みで破れてきて。落ちた！箱が壊れて全部落ちた！あらららら、まあこれでこそみたいなところですね。